こんにちは、マッキーです。2016年に VR 元年と騒がれてからしばらく経過しました。その間、撮影するカメラの方では360度や VR180 といった民生のカメラいろいろ登場して、実際に使われている方も多いのではないかと思います。またその VR コンテンツの視聴環境の方も低価格なスタンダードオンタイプの機器が登場したり、スマートフォンなどでもクリップオンで簡単に VR を体験できる VR ゴーグル、VR グラスといったものがもう100均などでも売られていますよね。それではそういった VR コンテンツを自分で投稿したり、投稿されたコンテンツを視聴したりといった時に皆さんどのようなサービスをお使いでしょうか。今回ご紹介するのはこの VR コンテンツに特化した SNS のサービス VR でございます。それでは実際に画面を見ながらどんなことができるのかご紹介してまいりましょう。はい、こちらが VR のサイトでございます。まずは新規登録をします。登録ボタンから Facebook でログインすることもできますけれども、今回はメールアドレス、ニックネーム、パスワードで新規登録します。はい、このような形で入力が終わりましたらば登録、これでアカウントが作成できました。まずは個人のプロフィールなどを設定します。ユーザーネームもここから変更することができます。プロフィール写真などを選択しまして保存と。登録したら認証メールが届いておりました。ではここから何か最初の投稿をしてみましょう。ファイルを選択をクリックしまして、投稿する写真を選択します。するとこのような形でアップロードが始まりまして、はい、これで投稿する準備ができました。そうしましたらこのプレビュー画面をぐるぐると回して、初期角度を設定のボタンをクリックして設定と。これで左側にサムネイルが作成されました。そうしましたらファイルフォーマットを選択するんですけども、今回は 360°×180°で普通の平面的な 2D のパノラマ写真ということで、このままで OK です。この他に180度分の写真だったりとか、視野角のカスタマイズなんかも設定することができます。さらには 3D の上下分割、トップボトム方式と 3D の左右分割、サイドバイサイド方式を設定することができますので、360度や180度の立体視、立体映像にも対応しております。入力が必須になってくるのはタイトルなんですけれども、まずはデフォルトでファイル名が入っております。ここでタイトルを入力します。必須ではありませんけれども、説明文を入力したりとか、検索で引っかかるタグを設定することができます。もろもろ入力が完了しましたらば、公開するボタンを押します。はい、これで無事パノラマ写真の投稿が完了しました。このような形でパソコン上でもぐるぐる回して見ることができます。拡大の矢印をクリックしますとフルスクリーンモード、さらにカードボードアイコンをクリックしますと VR ゴーグルで見るモード、これはスマホからアクセスした時にスマホ差し込み型の VR ゴーグルだったり VR グラスを使用して視聴するときに使用します。さあ、それではこの VR は VR コンテンツの SNS なので、すでにデジタルワッキーズのアカウントでいろいろ投稿してあるので、そちらを検索してみましょう。検索窓にデジタルワッキーズと入力しました。これで検索するとユーザーですね、ユーザーの一番上に出てきました。はい、こちらが僕のデジタルワッキーズアカウントでございます。SNS なので、今個人のアカウントからこのデジタルワッキーズアカウントをフォローします。このようにフォローすることで、お気に入りのパノラマクリエイターの作品を視聴することが簡単にできるようになります。こちらはスマートフォン、iPhone 用のアプリでございます。今こちらはデジタルワッキーズのアカウントでログインしてるんですけれども、もちろんスマートフォンからでも投稿は可能です。画像を選択してサムネイルを決定します。
Z でタイトルを入力で、一番下のこの360度というところをタップすると、パソコン版と同じようにどんなファイルなのかというところを指定することができます。じゃあこれでパブリッシュ、はい、たったこれだけで VR へのパノラマ写真の投稿が完了いたします。さあ、このように投稿された VR コンテンツなんですけれども、トップページにずらずらっとアイコンが並んでいます通り、各種 VR デバイス、さらにはスマートフォンのアプリでの閲覧に対応しております。ではこの VR に投稿された VR コンテンツ、オキラス GO で視聴してみましょう。はい、こちら VR のトップページでございます。まず立ち上げるとフィーチャードというところで、おすすめコンテンツが表示されておりますね。でメインの使い方はこのカテゴリー分けだったりとか、こういった検索だとか、そういったもので自分の好みのコンテンツを表示するという感じですかね。さらにこれは SNS ですから、フォローという概念があるんですね。フォローしている相手の VR コンテンツを見ることができると。はい、こちらが僕が VR に投稿したコンテンツでございます。この辺がぐるっと360度撮影した核融合科学研究所のパノラマ写真ですね。これはね、民生用の一発撮りのカメラではなくて、一眼レフを使って撮影したものをつなぎ合わせたものですね。核融合実験炉の中のパノラマでございます。こちらはリコーシータで撮影した一発撮りのパノラマ写真ですね。360度のパノラマ写真でございます。その他にも VR180 フォーマットにのっとった形で180度分の立体映像、今これ立体的に見えてるんですけども、こういったコンテンツも再生することができます。立体だとその場にいるかのような感じで見れるから、臨場感がすごいですよね。さらにこちらは360度の立体視の静止画でございます。こういった形でいろんなタイプの VR コンテンツを投稿できるんですね。さらにこちらはバーチャルツアーです。360度写真を関連付けして Google ストリートビューのような形で、次に次にとどんどん移動して先に進んでいったりというようなツアーを、この VR のサービス内でオーサリングすることができると。従来はこういったバーチャルツアーのオーサリングっていうのは別途専用の有料アプリとかが必要だったんですけれども、この無料の VR のサービス内で全てオーサリングまでできてしまうということですね。こういったバーチャルツアーっていうのは施設の紹介などにも利用できるのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。このように各種 VR フォーマットの投稿、そして検索閲覧ができる VR のサービス、パソコンからのアクセス以外にも iPhone や Android といったスマートフォンのアプリ、そして Oculus Go も専用の閲覧アプリがございます。まあ、なんだかんだ言って VR 元年と言われた2016年には、撮影する方も閲覧する方もまだまだ敷居が高かったとは思うんですけれども、これからの SNS は VR が中心に体験の共有が広まっていくかもしれませんよね。ぜひ皆さんもこの VR 登録して体験してみてください。この VR のサービス気になった方は、動画説明欄やブログに URL のリンクを載せておきますので、そちらからまずはアクセスしていただき登録してみてください。そして360度カメラや VR180 のカメラをお持ちの皆さん、ぜひ登録したら何かアップロードしてみてください。そしてこんな VR コンテンツアップロードしたよっていうのをじゃんじゃんお知らせください。拝見しに伺います。まあ、こういった形でね、 VR コンテンツを拡散したい人、 VR コンテンツを見たい人、そういった方たちがお互いに情報交換し合いながら、この VR 業界がどんどん盛り上がっていくといいですね。